北山宏光さん、39歳誕生日に感動の嵐。祝39歳、北山宏光へ、平野将ユ裕太、神宮寺裕タから熱いメッセージ。ノンストップ、出演 &YouTube ライブも。9月17日、フジテレビ、ノンストップに北山宏光さんが出演するというニュースが飛び込み、多くのファンが胸を躍らせている。さらにその夜、 23時30分からは YouTube ライブで北山さんの39歳の誕生日パーティーが予定されており、彼を祝うために多くの視聴者が参加することが期待されている。この特別な日を迎えるにあたって、北山さんのもとに届いたのは、なんとも感動的なメッセージの数々。特に注目されたのは、戸部所属の平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんからの心のこもったお祝いの言葉だった。平野さん 岸さん、そして神宮寺さんは、以前から北山さんとの親しい関係を築いており、仕事を通じて多くの時間を共に過ごしてきた。彼らが北山さんに送ったメッセージには、単なるお祝いの言葉以上に、彼への深い尊敬と感謝、そして共に歩んできた時間への思いが込められていた。平野さんは、北山さん、僕たちにとってあなたはいつも背中を見せてくれた存在です。僕たちが迷ったとき、 あなたの姿を見て、自分たちの道を見つけることができました。これからも、その変わらない優しさと強さで、僕たちを導いてくださいとつづった。この言葉には、北山さんが若い世代に与えてきた影響の大きさがうかがえる。彼はただの先輩ではなく、時には兄のように、時には友人のように、平野さんたちに寄り添い、励まし続けてきたのだ。岸さんからのメッセージは、さらに感情的だった。 北山くん、あなたと一緒に過ごした時間は、僕にとって宝物です。笑った日も、悩んだ日も、あなたがそばにいてくれたからこそ、ここまで来ることができました。あなたがいなかったら、僕はここに立っていなかったかもしれません。誕生日、おめでとうございます。そして、これからも一緒に笑い合える時間を楽しみにしていますと、彼が感じる深い絆と感謝の気持ちを込めた。この言葉からも、 北山さんが岸さんにとってどれだけ大切な存在であるかが伝わってくる。彼らの関係は、単なる仕事仲間を超え、家族のような親密さにまで昇華している。神宮寺さんもまた、心温まるメッセージを送った。北山さん、あなたと過ごした日々は、僕にとって特別な時間でした。あなたの笑顔、あなたの声、そのすべてが僕を支えてくれました。 39歳という新たなスタートを迎えるにあたって、これからも僕たちと一緒に新しい冒険を楽しんでいきましょう。いつまでも僕たちのリーダーでいてくださいと、彼の期待と尊敬を込めて綴った。このメッセージに込められた、新しい冒険という言葉は、北山さんと共に歩むこれからの未来への希望を象徴している。これらのメッセージを受け取った北山さんは、非常に感動し、その場で涙を流したという。 彼にとって、これまでのキャリアの中で築いてきた人間関係は何よりも大切なものであり、特に戸部の若手たちとの絆は、これまで以上に深いものとなっている。彼らからのメッセージを受け取ったとき、本当に胸がいっぱいになりました。彼らが僕に対してこんなにも深い思いを持ってくれていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも、彼らの成長を見守りながら、 共に新ししいいチャレンジを楽しんでいきたいと北山さんは語ったこのようなメッセージのやり取りは単に祝福の場面にとどまらず北山さんと若手メンバーたちの間にある強固な絆を象徴している業界内外でのプレッシャーや競争が激しい芸能界において彼らは互いに支え合い励まし合うことで成長を続けてきた特に北山さんはそのリーダーシップと人間的な魅力で 多くのの後輩たたちにととっってて道しるべとなってきた彼は決して派手なパフォーマンスや目立つ行動を好むタイプではなくむしろ裏方での支援や助言を通じて周囲を引き立ててきたその姿勢こそが若手メンバーたちに深く影響を与えてきたのだろうまた今回の「ノンストップ」出演や YouTube ライブでの誕生日パーティーが大きな注目を集めている理由の一つは北山さんがキスマイ f t にを脱退してからも 変わらぬ支持を集め続けているることにある彼はグループを離れた後も、個人としての活動を続け、その一方で新たな挑戦にも積極的に取り組んでいる。そんな彼の姿勢に、多くのファンや業界関係者が共感し、支持を寄せている。彼の誕生日に合わせて送られた多くのメッセージは、彼のこれまでの努力と成果を称えるものであり、また彼のこれからの活動への期待を込めたものである。さらに、る。 彼の39歳という節目の年は、新たなステージへの準備期間とも言えるだろう。40代を目前に控えた彼は、これからのキャリアに対して新たなビジョンを持ち、さらなる成長を目指している。その一方で、彼自身も年齢を重ねるごとに、より深い人間関係や自分自身の内面を見つめ直す時間を大切にしている。これは、若手メンバーたちとの関係にも影響を与えており、 彼らとの絆をより一層強化する要因となっているのだ。こうした背景から北山さんの誕生日がこれほど多くの人々にとって特別な日となるのは必然とも言えるだろう。彼の人間性、努力、そして周囲との関係性が彼を特別な存在にしている。そしてその存在が平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんといった若手メンバーたちにも深く影響を与えていることは明らかだ。 彼らが送った感動的なメッセージは、ただの言葉ではなく、共に過ごしてきた時間の積み重ねから生まれた信頼と尊敬の証だ。北山博光さんの39歳の誕生日は、これまでの彼のキャリアを振り返るとともに、未来に向けた新たなスタートラインでもある。この特別な日に彼が受け取ったメッセージは、ただの祝福にとどまらず、これまで築いてきた友情、信頼。 そして、彼ののの人間性の深さを改めて証明するものだった。そして、そのメッセージを通じて、彼と共に歩んできた仲間たちが感じる思いも、北山さんにとってかけがえのない宝物となった。特に、戸辺の若手メンバーである平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんからのメッセージは、彼にとって非常に特別なものだった。彼らは北山さんと共に多くのステージに立ち、苦楽を共にしてきた仲間だが、 彼らにとって北山さんは単なる先輩以上の存在だった。仕事を超えた深い絆、兄のような存在、時には友人のように接してくれる彼の存在が彼らの成長を支えてきた。そして、その感謝の気持ちを言葉にしたメッセージは北山さんにとって忘れられないものとなった。北山さんが涙を流したのは、単に感動したからだけではないだろう。それは、 彼がこれまで積み上げてきたものが確かに報われているという実感、そして自分を支えてくれる仲間たちの存在を再確認できたからだ。彼が語った、彼らが僕に対してこんなにも深い思いを持ってくれていることに、感謝の気持ちでいっぱいですという言葉には、彼自身の謙虚さと、後輩たちへの深い愛情が込められている。そして、その愛情はこれからも続き、彼らとの絆をさらに深めていくだろう。また、 北山さん自身もこの誕生日を迎えるにあたり、これまでのキャリアや人生を振り返りつつ、新たな挑戦に向けた準備をしていることは間違いない。40歳を目前にして、彼はこれまで以上に自分の中での成熟を感じているのではないだろうか。これまでのようにただ前に進むだけではなく、一歩立ち止まり、自分自身や周囲の人々との関係を見つめ直す時間も大切にしている。その結果が、 今回の誕生日に寄せられた多くのメッセージに表れているのかもしれない。北山さんがこれまでのキャリアで得たものは、単に舞台やテレビでの成功だけではない。彼は多くの人々との出会いを通じて、友情や信頼、そして人間的な成長を深めてきた。特に、若手メンバーたちとの関係は彼にとっても重要な要素であり、彼らとの絆が彼自身を支えてきたことは想像に難くない。 芸能界という競争の激しい環境で、北山さんが築き上げたこのような人間関係は、彼の強みであり、これからの彼のキャリアにも大きな影響を与えるだろう。さらに、彼の39歳という節目は、ファンにとっても特別な意味を持つ。キスマイ f t 2を脱退した後も、彼は変わらぬ人気を保ち続けており、その魅力はますます増している。彼の誕生日に合わせて行われる YouTube ライブは、 ファンにとって彼とのつながりを感じる貴重な機会であり、多くの人々が彼の成長を祝うために集まるだろう。39歳という年齢は、単なる数字ではなく、これからの新たなステージに向けた準備期間でもある。ファンや業界関係者にとって、北山さんの未来に対する期待は非常に大きい。北山さん自身も、この節目の年を迎えるにあたって、これまでの自分自身を振り返り、 これからの挑戦に向けた新たなビジョンを描いているに違いない。彼はこれまでのように前に進むだけでなく、周囲の人々とのつながりを大切にしながら、新しい道を切り開いていく姿勢を見せている。それは、彼がこれからの40代に向けて、さらなる成長を遂げるための重要なステップとなるだろう。誕生日のメッセージのやり取りや、フジテレビ、ノンストップへの出演、そして YouTube ライブでの誕生日パーティーは、 彼にとってただのイベントではなく、これまでの歩みを確認し、これからの未来を見据えるための大切な時間となるだろう。ファンにとっても、北山さんがどのようにして新しい挑戦を続けていくのか、その道のりを見守ることが大きな楽しみとなっている。彼のこれからの歩みは、間違いなく多くの人々に影響を与え続けるだろう。そして、北山宏光という存在が、さらに輝きを増し、 彼の新しいショーが始まる瞬間を、誰もが期待している。最後に、北山さんにとってこの誕生日が特別であったように、彼のこれからのキャリアもまた、特別なものとなるだろう。彼はこれまで築き上げてきたものを大切にしながら、新たな挑戦に向けて力強く進んでいく。その歩みを、ファンや仲間たちが支え、共に祝福し続けることは間違いない。そして、彼自身もまた、 その期待に応えるべく、さらなる成長と進化を遂げていくだろう。北山さんのこれからの活躍に対する期待はますます高まっている。彼がどのようにして次のステージに進むのか、そしてその道のりでどんな新しい挑戦を見せてくれるのか、多くのファンが注目している。彼自身も、まだまだこれからだと語り、さらなる挑戦に向けた意欲を示している。彼の誕生日は、単なる一つの節目ではなく、 これからの北山宏光というアーティストそして人間としての成長を予感させる重要な一日となるだろう。